優勝したいカードをね。じゃあ以上です。そう。いいか。スタート。次は。次は。カシオ。どこ。そうだね。こんな腰引けた戦いしてる場合じゃないよ。チャンピオンシップ行ったとしても、この後チャンピオンシップ争って向こうのアドバンテージいっぱいいっぱいあるよ。もうこいつらにも絶対勝てる。最後上地なんか笑いながらやってるよ。そんな戦い絶対しちゃダメよ。 OK。 あのブロック作る、走る、キャプテンも最初のところ PK 取られたところ、せっかくチャレンジとカバーのところ来た時に潰せずにこっから一発目キャプテンですらって、キャプテン水も走られるマンツーマン強くいかんと、千葉もっと強くで粘り強くやってるところいいからそれ続けてやるってこと、ミカナイスショー、昔にビビっとるんだったらもう変えてあげるよ、怖い縦行けよ、 OK。 みんなね戦術的にやってるんじゃないよ、ただ俺が一人の観客だったら腰引けて戦ってるだけだよ。 OK。 タクトが一回 PK 止めてくれたよ、さっき言った通りまだいっぱいチャンスあるよ。 OK。 もっとね気持ち見せて戦うっていうことは相手 OK。 一人一人のところしっかりと戦わず絶対勝てるよ。 OK。 なんとなく組織で勝てると思ったら大間違いよ、一人一人戦う、それで組織としてガツリと協力し合って戦うっていうこと。 OK。 でゴールも何ビビッと最初はノーリスクいい、ゴールキックからつなないやん全然、でもつないだ時青に入った時そこからいい展開になるでしょ。 OK。 失敗してもいい、負けても自分たちがやりきったとか、相手と戦って次戦ったらこいつら嫌だなと思わせるように、それで戦いましょうよ。